おはようございます。ネムです。さあ今日は8月13日の朝からです。よろしくおなしゃーす。起きたよ。はい。今日何これ、豆腐？おお、そう、見つけたクジラの化石ね。確かに、なんでクジラの化石があるの？確かに。それとも飛べたのかな。昔海だったんじゃない、あの辺って。山城のあたり。そんなわけないか。厚揚げのおろしにを作りました。厚揚げなんだこれ。おいしそう。えっす、いただきます。いただきます。うまい。朝からマジモリモリ食うな俺。ラッキーさんのご飯はないです。ラブちゃんのご飯もないです。どこで食ってんのいつも。こんないいもん食えねえのかわいそう。え？誰もいませんか？誰？知らん人来た。なんかイベントだ。知らん人イベント。誰？お前かよ。なんで新聞記者かよ。なんだ小学生か。暇で羨ましいな。なんだ？休みなんだろ。喧嘩売ってんのか？自由研究は何やってる？わかんない。名前ってない。いい研究テーマを知ってるぜ。何？ここの隣町は壁画とか時計塔で有名な観光地なんだ。まああるね、壁画も時計塔も。題材には持ってこい。時計塔調べる？じゃないから観光客が少ないけど。少ないんかい。秋の紅葉の季節になったらすごいんだぜ。へえ。本当かな？行ってみる？隣町をガイドしてやるからついてこいよ。見失わないようにしっかり後ろをついてくんだぜ。なんだ急に。地図の冒険。ヒデトと歩こう。待ってついてこい言うけど待って、ラジオ体操してから行く。ラジオ体操してからな。うん。待って、ラッキーさんもラジオ体操いない？準備はいいですか？おお、ラッキーさんも済んだ運動。うん、じゃあまあまあいいか。はい、出席カード、はい、カードは持ってるね。大丈夫。ちょっと待って、もうついていくわ。今日はごめん、みんな喋られへん。忙しい俺。豚とか1万円落ちてないかな。1万円今日は落ちてない。1万円がね。え、なんか忙しいなぁ。シュート早く歩いてくんない？おっせぇなおめぇ。小学生より足遅いじゃねえか。ほら、二段ジャンプしろ。大人だろお前。二段ジャンプもできねえのか。甘えとるぞ。どこ走っとんねんお前は。でも今日やりたいイベントがね、何個かあって、滝に行きたいんだよね俺。滝に、滝でなんかいろいろあるっぽいので、ちょっと滝探しから行こうと。お、ここまずひまわり畑。ここは見渡す限り黄色い絨毯、名付けてひまわりの草原。そのまんまだ。会社が取材に来て使用写真を撮っていったんだ。マジで？そのゲーム本当は今年の夏発売予定だったのに。夏休みのゲームやろ。夏モンってゲーム。そうなんだ。僕の夏休みかもしれん。うん。ああ。さて、お次はもう少し町の中心へ行くぜ。おい、中心はこっちだぜー。だって、わたわた、ついていく。ひまわり畑になんか虫いねえかな、なんか。ね。新しい、あ、いる、虫いる。虫います、やっぱ。青ヘリ、細ゴミ虫。来た。813。13日の金曜日じゃん、今日。やべえ。恐ろしい日だ。北斎を知ってるか？ああ、知ってるよ。富士山と波描いた人だね。葛飾北斎。富岳36景だな。彼は若い時から才能を発揮して88歳まで生きた。70歳になってやっと自分の絵に満足した。すげえな。晩年近くなると歴史に残る傑作をよりたくさん描いたんだ。すごい人だね、北斎さん。長生きしたからすごい人になったの？うん、もともとすごい人だったけど、長生きしたからもっとすごくなったんだ。俺もすごくなりてえ。どうしたの？ここは？選択線？選択線。今喋ってたよ、あの人と。元々はパリにあった有名なアトリエ付きアパートの名前だ。へえ。リエ付きアパート。なんでそんな区切りしてるの？名前をつけるくらいだから、まあ変人がやってる宿だと思って間違いない。まあそうだね。うん。お兄さんほどじゃないと思うよ。口先ばかり達者なガキだな。お前口悪いのがいいやつなんかわかんねえな。支部者？うお、嘘つけ。時計塔やないか。こっちはない。で、こっちが時計。逆。意外に小さいね。なやこいつ。時計塔のことはもっと詳しい人がいるはずだから。本当？その人に聞いた方がいいかもしれない。千春ちゃんね。じゃ、次へ行くぜ。まだあんの？もういいじゃん。
ね、嘘つきだもん、お前。嘘つき嫌いだよ。言うと、もう飽きたよ、俺。ねえ、歩くの遅い。怪しいさんいる。怪しい。怪しい。怪しさがこんなところまで来ていたとは。いや、あんたが怪しいんだよ。なんでこんなとこまで来たの？シュートさん？仕事柄苦手なんだ。で、探偵だもんな、多分。だって、解析打てますよーって、今日何打てる？山城前、あ、共同墓地来てくれって言ってたな、そういや。買っとこっか。ねえ。うん、来た。36枚になった。3月6日僕の誕生日です。よろしくお願いします。あ、来た。ここね。ここはこの地方を走ってる超ローカルバスの本社だ。超ローカルバスとか言うな。来ると回数券が買えるから便利だぜ。分かった買った買ったさっき。回数券があればバスを呼び出すこともできるんだ。なんで呼び出すことができるって。本当だよ。どこでなんでだよ。暇だから。誰も乗ってないからか。ってのはすっごく悪いことにもなるし、すっごくいいことにもなる。いや、いいことだよ。うん、暇なのは。アイス覚えておきます。終わり？そろそろ。あっちに見えるのが。この町の有名な史跡の一つ。あれね、古代の壁画。壁画さん。そこに何か見えるだろう。うん、ちょっとだけ。全然わからないよ。電車も通ってる。行く、あっちまで。じゃあ自分で行ってみることだ。なんだよお前、もう終わりかよ。ここでおしまいだ。ねえ、そういえばお兄さんは今朝アスタバ荘に何をしに来たの？そうだよ、何しに来たの？あーってないよ。あーじゃ。完全に忘れてた。何忘れてんだ？取材を申し込みに行ったんだ。行ってこい行ってこい早く。やっぱり変人じゃないか。お前案内してもらっといて。悔しいけど我慢我慢。この我慢が明日の俺を作る。頑張ってな。今夜、うん、サーカステントに取材に行っていいか。うん、いいよ。あ、よっしゃ。いいよっていいの。じゃあこれで用も済んだし、ガイドもしたし。はい。ここにてさよなら、おさらばさん。またね。今日ありがとう、なんだかんだ言って。なんだかんだ助かったわ。サンキュー。絵日記書こう。絵日記最近少ないからね、書けると嬉しいね、やっぱ。新聞記者と隣町。記事にはならなかったけど意外に楽しかったよっていう。変な人だけどいい人だ。ねえ、悪人も少し混じってるぞって。悪い人でもある。うん。俺もそう思う。悪い人でもあると思う。ねえ、怪しい。だって、ちはるちゃんいるよね、ここ。あ、いるいる、ちはるちゃんもせっかくだし喋っとこうぜ。ちはるちゃーん。あ、聞きたい。うん、というわけで質問。なんでこの動画作られた？それはね、じゃーん、隣町メタロポリス計画。じゃんじゃーん、何？当時この塔を中心に大きな町を作って、ゆくゆくはこの地方の中心となる大都会を育てようとした。へえ、すごいじゃん。でも理由はわかんないけど失敗したんだよ。じゃあ全然すごくないじゃん。私に言われたって困るよ。昔はそんな計画があったんだねって。ここ実は時計塔周りに大きな町メトロポリス計画があった。時計塔が作られた夢あふれる隣町のメトロポリス計画。メトロってお寿司の名前だっけ？あ、そうですよ。うん。メトロ一丁。違うか。で、これ、あれだよね。今日、あったんだよ。時計塔昼ってやつ。ここ。で、これが多分それだね。で、タークスカステントは夜で、ここ、ヨモギダギの昼。これ行きたいんだよね。共同墓地も行きたいけど。墓地も行きたい。何でも行きたい。全部行きたい。俺、ダイダラです。よろしくお願いします。よし、じゃあとりあえず行くかね。せっかくだからまた壁画のとこまでやってきました。何しに来たのって話なんですけど、まあ、一応虫をチェックするのと、ウェイ。これ取りに来た。うん、黒いダイヤ。お前はまだ金がいるのかって話なんだけど。いや、今日やっぱ一日リセットしたからさ。うん。で、せっかくだからこの、あたりの、ちょっと待ってね、登れんかったよ。この辺りの、バッテンも取りながら、博物館に歩いていこうかな計画ですね、これは。よいしょ。意外と、登るの大変。このゲーム、登るの大変、意外と。よし、さて、さっきのところからすぐ近くのとこだね。よいしょ、宝山かな、多分これが。宝山のあの堀も一緒にやってから博物館行こうかなと思います。ここもなんかあと1、2個ぐらいだっけ？いや、ちょっと覚えてねえけど。だからまだ宝が足りてなかったはずなんで、それもパッとやっちゃいましょうか。日課がやばいって、日課するだけで多分一日終わってまうんだって、ほんとこのゲーム。いや、もう10時だもん。で、朝の7時から、もう3時間だったよ。今日の活動時間なくなっちゃうって、俺の。で、案内してもらうだけでもすげえ時間かかったのに。
やばいって、これ。もう一旦行くか滝行きてえから、一旦これ、ちょっと、夕方の大堕落に任せるか、夕方の大堕落に。ね、夕方に掘った方が建設的かもしれん。よし、そうしよう。はい、さて、やってまいりました。ここはどこ？またの森を、うん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、バスに乗ってきました。博物館。館長いる？館長いないじゃん。蜂屋さんしかいねえ。キュイッス、いたわ。ミツバチは自然界にいないと生きていかないか。でもこの地域に生息する日本ミツバチが大変貴重だということは間違いありません。ねえ、僕。日本ミツバチ高く買い取ってくれるもんね。さあ、いつものこれ、ちょっとまず何十個もあるので多分連打しなきゃいけないんだけど。なんかある？あの伝説です。出た。もうだから、もうバカにしとんか、お前は。ちょっと A 連打します。なんと素晴らしい。お！ナウマン像の化石でしょう。象！この化石。僕が見つけた。象だってナウマン像って何？ナンバン像じゃなくて何？ナウマン像って。これ多分あれだよね。天狗山の近くの山で見つかけたやつだよね。象の化石ダブルできた。二個目。何個あんだろうな、これ。ねえ。頑張って、頑張ろうか、とりあえず。ナウマン像三つ目。終われ、終わらん。4つ目すごい！ナウマンゾーめっちゃ出る！ナウマンゾー熱いぞ！熱いぞ！頼むぞ、ナウマンゾー！ねえ。なんとすナウマンゾー5つ目もういいだろ！クリアしてくれ！もうクリアしてくれ、ナウマンゾー！なんと美しい違うんかい！なんと美しい高げたでしょう。え？何高げたって？それにしてもなんでこんなものが。ゲタ出てきたけど、これ天狗シリーズ？天狗シリーズ！ゲタ来た！なんでだよ、ゲタ。この、マジ、鑑定で意味わかんで適当に出てくるだろ、マジで。何今度は。ガラクタシリーズ。もうダメだ。ゾウ出てくれよ。オオカミ揃った、そろそろ。ねえ。オオカミの化石。まだ終わってなかった、オオカミも。オオカミは、6個目が今ので。レインボーダイヤ来た、1万円ありがとうございます。1万円ゲットです。嬉しいね、1万円は。ね、これ1000円だからね。1万1000円です、こんだけで、2つで。激アツね。なんと美しい。終わった、ね、珍しい虫も見つけた。虫なんだっけ、これ。ヘラクレスモドキこれは。おや館長、どんな虫でしたか？ジョシちゃんかわいいな。何？これは間違いなく。我が博物館が探し求めていたものだ。館長いつもリアクションおもろいよな。あ、天狗鳥が天狗山っぽいところで見つけたやつ。いいね。当館で展示させてください。あ、どうぞ。僕は2000円あざす。もう終わり？もう一匹ぐらいいた？あ、来た。珍しい昆虫7種類集めよう。ない。どんだけおんねんこのゲーム。イエイ。3周目激アツ。走る、ま、何体おるかわからん。いや、今日見ないよ。ありがとうございました。ウェイ。かっこよい。高げた。天狗愛用の高げただ。でもこれ、本物なのかな？高げた履いてんだ、天狗って。なんかすっごい揃ってる。狼があと2個。まだまだだな、まだだね。大変すぎるな、このゲーム。今俺、川落ちるよな。よし。じゃあちょっとね、なんかめっちゃみんないる。あ、墓地にみんないるんだ。墓地行こうぜ。ちょうど行こうと思ってたんだ、墓地。墓地めっちゃ、お墓参りしてるお盆や。マスターと2人いる。あ、出た。ラム、ナム。うまい棒、食べたい。あ、すいません。ちゃんとお参りせんか。ちゃんとしておりますか。双子だからね。先祖様に感謝してるのなんのって、うん、でもただただ喉が渇いています。喉渇いてます。水筒にコーヒー入れてんの？いえいえ、こんな暑い日にはサイダー。 お茶でお茶がいい。俺水でいい。先祖様もサイダー最高だって口を揃えて言ってます。みんな何飲みたい？こういう暑い日はこの瞬間、まさに麦茶でいい。麦茶、キンキンに冷えた麦茶飲みたい。俺こういう、お前はいつもな。兄さんだって昔はやんちゃばっかりだった。ヤンキーやったん？その尻拭いを誰がしたと思ってるんだか。じゃ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 
サイダー買ってきて。うん。確かにコンビニ行こう、コンビニ。うん。墓に眠る先祖の前では誰もが子供のような存在。みんな年下やからな。さあ、お墓参りのやつですね。ちゃんとお盆はお墓参りしよう。マスターと森さんがお墓参りしてた。どういう関係なんだっけ？ね、双子です。マスターと森さんがお墓参り。マスターと森さんがお墓参り。僕はサイダーよりもジュースかなー。だって。ね、かき氷でもいいよ。うん。かき氷備えようぜ。逃げられたー！あ、当たった！空中ヒット！エイム用！二重や星テント。星の数多すぎ。星の数多すぎるだろ。よく見ると毛が生えてる。見かけによらずナスが好きだっていう。ねえ。おー、みんなお墓参りしてんじゃん、マジで。渋谷博士。ほんとだよね。お墓で。墓参りが好きって珍しい。なんで墓参り好き？うん。この空気が好きなのよ。お墓の独特な空気感ね、わかる。なんか線香の匂いがするよね。目の前にあるこれ、あ、これ博士の渋谷家。この中に先祖代々で打てると考えると、この中で一番人口密度の範囲のここだよね。はい、ありがとう。うん、え新学期に学校で会おうね。学校違う学校だと思うけどね。転校してきたん俺って、わかんねえ、ま、先生なんかな本当に。え、なに？どうしたの？パパ大好きって。パパ、長生きしてね。パパ、ひでこちゃん、今日も可愛いね。何してんの？ひでこちゃんっておもろいよ。なになに？ストーカーしてる？お前ら。ひでこちゃんの。僕たちは、うん。なんでひでこちゃんのこっそりついてきてるんだろう。暇すぎるやろ、お前ら。理由なんてねえよ。誰かの後をつけるのに理由なんかいらないってやつ。うん。そういうこと？僕たち探偵？探偵団です。少年探偵団です。なんだこいつら。お墓参りしてる人の見てるや人。こっそり尾行じる、陽介と次郎。探偵に理由なんかいらないんだ。尾行の尾行をしようかな。尾行尾行尾行です。暑いから注意してね。熱中症にはご注意あれ。え、見て、なんかすげえクモの巣張ってるあそこ。やばい、新しい虫、新しい虫いっぱいいる。新しい虫いる。池の平原。やっぱ初めてかもしれん、ここ。ねえ。なんたか蝶。いや、逃げられた蝶。いっぱい蝶いる蝶。梅じゃの目。だって。目、羽の裏に目がついてる木が多いとこにいるよっていう。え、この辺もしかして、宝の山かもしれませんってやつ？ちょろっと見てからか、ね、行くかな。待って、ここにも待って、まだ見る化石があるかもしれない。うん。ちょっと軽く地面も見ながら、虫も探そう。雰囲気、丸ですよ、一応ここ。ブッダじゃないよ、1万円は？あ、1万円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 さんみんな俺さ、無知でごめんやけどさ、豚ってさ、野生でいるもんなの？ね。無学で申し訳ございませんが。わかりません。豚ってそんないるもんなんですかね。特別なキノコみたいな。キノコはすげえ生えてる。あ、なんかこんにちは。あ、こんにちは。座敷わらしだ！ラッキー。これはいいもんだ。ねえねえ。すげえとこにおんな、おめえ。なに？今日は。ねえ、遊ぼう。いやー。え、おめえもしかしてあれじゃねえ？何もしなくてもいいタイプのやつじゃねえ？ありがとう。こちらこそありがとう。どういたしまして。やったぜ。これ22人目ぐらいかな？まあまあ、とりあえず、もうええやろ。まあ、座敷嵐見つけたし、あとは適当に、ねえ、虫をいたらラッキーぐらいの気持ちで、滝の方進んでいきましょうか。え、なんだこれ？石碑だ！双子石碑。へい、調べる。石に何やら文字が彫ってある。でも僕には難しい漢字は読めない。ただ隣の石とはなんとなく仲が良さそうだ。石になんか彫ってあるけど読めないや。大人でも読めなくないかっていう。ここなんだこれ。ここ、これ何ここ。え？この池に、なんか魚がいる？
実はレアな魚が。そうでもない。何ここ、ちょっと軽くだけ見てくるわ。うん、遊ぼう遊ぼう、いいよ。ちょっと待ってよ。なんだ、双子石碑の近くには座敷わらし。今日座敷わらし多いな、見つかんの。ねえ。ザシちゃん、どうしたの？あのね。何じゃん？ん？ねえ、的当てしようよ。うわ、出た、的当てゲーミング、いいよ。しゃなしね。うわ、結構高いね、そこ。よし。俺は、銃を撃つのがうまい。バキュンバキュンバキュン、どや。だろ？遊んでくれてありがとう。いえいえ、俺も遊んでくれてありがとうな。俺も遊んでくれてありがとう。まあ、そういうもんね。感謝の気持ちを忘れるな。よし、じゃあとりあえず今回ここまでしとこうか。まあね、なんとかなんとか、ちょっと滝までは実は行けませんでした。ごめんなさい。滝遠いです。まあでもお墓参りとかね、今回ね、いろんなイベントがあったかなと思いますので、まあ次回ね、また続き滝行きましょうか。山城の奥まで。よし。それでは、チャンネル登録したい方、チャンネル登録、そして高評価よろしく。夏も、まだまだ、終わりません。どんだけ虫おんねんって話ですけど、最後に楽しんでいきましょう。それじゃあまた次の動画で、おつっぽいよ。バイバイ。